日本鹿児島県鹿児島市隣町隣町は鹿児島県鹿児島市の町。郵便番号は8 9 0 0 0ロ1 2人口は1329人、世帯数は639世帯。隣町の全域で住居表示を実施している。天保4年に島津成之によって隣邸が造営され、1877年には成之の子であり、薩摩藩国府であった。 島津久光は、鹿児島城が消失したことにより、溜まりに移り住んだ。溜まり堤の内庭園、茶室、武家長屋が現存しており、旧島津市溜まり庭園として、国の名称に指定されている。鹿児島市の中部、甲月川中流域に位置する。町域の北方から西方にかけては、下意識、南方には草むた、東方には西坂本町がそれぞれ接している。 全体的に大地に位置している。町域の中央部には、鹿児島市立鹿児島女子高等学校があり、敷地内には、島津成尾が1835年に建設した、別邸であるたまり亭庭園がある。たまり亭庭園から、草むた2丁目の国道3号まで伸びる指導は、島津久光の国葬のために建設され、国葬道路とも呼ばれる。溜まり町のうち、 鹿児島市立鹿児島女子高等学校の背後地の通称、あたご山の区域が鹿児島市条例に基づく自然環境保護地区に指定されている。玉里町という町名は、薩摩藩主、島津成沖が造営した別邸である、玉里邸に由来する。玉里邸の名称は、島津成沖の別称であった、玉院に由来するとされている。かつては、鹿児島郡意識村。 大和雑も意識の神谷地区であり、神谷地区には江戸時代の製紙業者が居住していた。天保4年には島津成沖によって黙り邸が造営され、天保上海図には黙り、お茶屋として掲載されている。安政2年に島津成沖が隠居した黙り邸に居住した。1877年には島津成沖の子であり、薩摩藩国府であった。 島津久光は居城であった、鹿児島城が消失したことにより、たまり邸に移り住んだ。1920年10月1日に、鹿児島国意識村、大和田市も意識の神谷屋地区にあたる生地神谷谷に、ほかけ伝、前田、たまり、あとの田が、鹿児島市に編入された。ただし、町としての設置は、編入から5年後となる1925年8月に、行われ、 大和田市も意識の生直神谷、ほかけ殿、前田、たまり、後の他の区域をもって新たに、鹿児島市の町、たまり町として設置された。1951年には、たまり邸を、鹿児島市が買収し、鹿児島市立鹿児島女子高等学校の用地となり、1959年4月には、天保山町にあった校舎からたまり町の新校舎に移転した。 1976年7月5日に城山、草むた地区において、住居表示が実施されることとなった。総武田町及び玉里町の各一部より、草むた二丁目が設置され、玉里町及び総武田町、長田町、冷水町の各一部より、城山一丁目が設置された。1978年6月19日には、玉里団地地区において、住居表示を実施することとなり、 町域の再編が行われた。たまり町及び下石識町の各一部より、たまり団地一丁目が設置された。1983年1月31日には、冷水、たまり地区で住居表示が実施されることとなり、たまり町の全域で住居表示が実施された。以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。 鹿児島市立、鹿児島女子高等学校市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。